世界なんちゃリリンピック大会、栄光の1位を手にするのは一体誰なのか。今大会3位の方には賞金10万円、2位の方には30万円、そして1位の方には100万円をご用意しております。それでは見ていきましょう。結果発表、まず3位の方はハンマーブロス、2位にはハンマーブロス、1位はバンダー。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ラッシュコンストラクションカッコトロール。このコースはですね、テルルという方が作ってるんですけど、優しさという感情を失って生まれてきた制作者さんのコースです。すごく失礼。で、説明文にお詫び、半日のうちの7時間で制作したため進み方がわからないという欠陥がありました。デバッグはちゃんとしようね、バージョン2って書いてるから、7時間でこのコースを作ったんだろうね。いや、それはめちゃめちゃすごくない？この方のコースって普通にすごいクオリティだから、それを7時間で作るっていうのはね、めちゃめちゃすごいと思います。まあ、どんなんかわかんないんだけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.02%。 で、みんな聞いて、僕ね、この制作者さんと仲いいし、他の誰よりもコースを遊んでる自信があるんだけど、他の方へのコース提供はするのに僕には絶対しないの。ひどいでしょ。だから僕はテルルさんのコース今日で最終回にしたいと思いますよ。見てるかテルル、たまにはね、僕に飴を与えないとそうやって離れていってしまうんだからな。ここは走っていいのか。で、土管に入っていこう。土管に入れませんね。開幕サンシャイン。最初から3択なんて無理な話なのよ。なら残すは上の土管と下の穴。上の土管怪しすぎる。こっちが正解だ。じゃあ残された道は一つなんで、上の土管入っていきます。止まったら大間違いだよ。なんだこのハテナは。なんだとか、ガナとか仕掛けてきてくれたら嬉しかったんだけど、そんなヌルヌルなコースなんじゃない今日は。じゃあここのオンオフしていいのかい。したら何か来るんじゃないのか。余裕なんだよそんくらい。よけれちゃった。僕の反射神経を舐めるんじゃないわよこのハテナは。ガイ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 、邪魔をするな。まったく、うちは貧乏なんだけど、お金ぐらい取らせてくれよ。じゃあこのオンオフしていいと思う？魚出てきすぎじゃない？これ無限に発生するパターンですかね。一体ぐらいさ、ちょっと倒しておこうか。おりゃ！変わった！元魚！遊んでる場合じゃないのよ。もうちょっと真面目にやっていこう。はーい！僕今から真面目にやっていきます。ここはオンオフして何もしないが正解だと思う。たまるだと。クッパ様の足のサイズはいくつだ。クッパの足のサイズとか聞いてどうすんの。誰も需要ねえって。きっと42センチぐらいだよ。じゃあここどうやってオンオフが変わるの。下に行けっていうことか。右下に行ったらシーソーがある。そしてキノコの裏なんか隠れてんだ。スピンで一旦降りてみようか。音符が隠されてるから、それを踏んだ瞬間左に行けっていう感じかな。あ、これでギリギリ行けるのか。さあドアに入っていきましょうと。で、クモに乗ってる子。今何が起きて、クモに乗って左に行けなかったんだよ。あ、クモ乗ってないわ。なるほど、そういう仕掛けだったのね。雲の中に雲を隠してるよ。面白いことしてくれんじゃねえか。で、この10コイン取っていいと思う。僕はダメだと思いながら、これで取った瞬間右に行こうか。大丈夫かな。え、何でしょう。あ、いや、これはいけるんじゃないか。ここでさ、ジャンプすればいけ。あの10コインを取ってすぐに右をシーパすれば抜けれたんじゃないんでしょうか、このガボン。てめえ、さっきはよくもやってくれたな。まだいるわ。落ち着け。わざわざ雑魚の相手なんてしなくていいんだ。このハテナは何が出てくる。バーブロック。このパウを持てる。たーまよー。これさ、パウを取らないで先に進めって感じだと思うんだけど、これパウを持った瞬間ギリギリ間に合うじゃない。これ何か敵が来ても倒せるぞ。この下行っていいのかな。え、今何何。あ、ここジャンプしたらオンオフ変わるシステムだったのか。で、これ乗れる。パウを一旦置いておこうか。置いてオンオフしに行きます。いや、もう僕はね、このパウブロックを持っていくことによって罠をどう回避できるかめちゃめちゃ楽しみでしょうがないね。ごめんね、ガマ発見機で。いや、パウブロックを持ってる安心感やべえな。で、これ左の中間ポイントは取れそうにないね。右に行けっちゅうことかな。ヒント、TERU、テルルって書いてんのか。テルル、自分のことを書くな。イズ、キュート。ふざけろだ。何、自分で可愛いとか言っちゃってんの。あー、テルルさんってそういうタイプなんだね。分かった分かった、かまってほしいんでしょ。かまってるるさんなんでしょ。これでも食らっとけ。まあなんかさっきオンオフ買ったからさ、ちょい待たか。まあせっかくこんなことを書いてるんだったらね、僕も本音を言いましょうか。可愛いとは思いますよ、アイコンが。またこっちだ。あー、オッケーオッケーオッケー。
で中間取ります。で僕はねまたパワーブロックを持ってきてるよ。でこのパワーブロックをどう使うかテキスト。何何これオーカルトなんじゃないですよね。結局パワーブロックの活躍がないままここまで来てしまいましたよ。いやパワーブロックの活躍1回ぐらいは見たかったよな。じゃあここは上か下かどっちだ。もう上しかないよな。いやだオンオフ変える。でもう一回変わる。でこのパウを持ってブラパをポンして倒す。ですぐに土管に入っていく。それで間違えた。よしさあどんどん進んでいこう。ヒットって書いてないか。何をヒットすればいいんだい。パウブロックの下にブロックがある。ゴロヒキャバだ。このパウブロックの下にブロックがあるんだよな。このまま下降りれないの。あ降りれないのか。じゃあ隠しブロックを叩く。ダーブさん問題は魚をかわしたところでよ。ここに砲台がいるから行けないような気がする。あ、Pスイッチが発動してくれんだね。はいはい。Pスイッチちゃん、君はいつも僕の邪魔をしてくるけど、今回はありがとうとだけ言っておくよ。こいつは何なんだ？ワンナップ。じゃあこっちもワンナップだね。じゃあこれは鉄球以外にだ。わかってんだよ、そんくらい。で、鍵を手に入れた。お前は何を出してくる、ブラッパか。アイテム俺の反射神経を舐めるんじゃねえぞ。オラ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 。でこれを取ってって。あさっき鍵ドアあったもんな。でこのファイヤー状態のまま行ったら大丈夫っていうことなんじゃない。いやファイヤーがいらねえっていうこともあるけど、まあまあ扉入ってってみようか。これってどうなる。うわどうしようこれ当たる。一旦このまま倒そうか。なんかあるってここにさ。え何があるのここ。足場があってからさ、なんかちょっと戻ろう。一旦戻ろう。もう喋れなくなったから戻ろう。ペラペラなら、ここは少しだけ前に行ってパックを倒します。で下の氷は溶かしちゃいけなかったんだよな。じゃあ一旦右に行こうか。あセーブされたでござる。オンオフを切り替えるのが好きだな。じゃあ一旦上手に左に逃げようか。これで大丈夫なんじゃないですか。さあ進んでいこう。チビにならなくてもいいのかい。このまま僕は進んでいくよ。これは下。あ、チビになれる場所があるじゃんか。はい、どうもこんにちは。さあ上か下かどっち行こう。まあ一旦上に行ってみようか。どっか反対だよ。これに入れないんだよ。分かってる。ここ隠しブロックとかあるんじゃない。どうもないね。もしかして左上開くみたいだ。開かない。じゃあ下に行くしかないよな。下に行って右押しっぱか左押しっぱ。うわどうしよう。多分左押しっぱでいいんじゃない。多分こっちだよ。いやいやいや。僕ですね、よくコメントで2分の1めっちゃ外しますよねってくるんだけど、いや当ててるからな。実況者として正解の道を行ってるんだからな。中間ポイントが見えた。この中間ポイント取っていいのか。花ちゃん出てくるの遅すぎ。いやこれ中間取ったらやられるんじゃね。だからバッファージャンプで行ってみようか。あえて絶対にやられない方法で行ってみますよ、僕は。ちょっと待ってね。よっし全然バッファーできてなかったけど。じゃあここはバネから何が出てくるんだろうな。Pスイッチがいない。で、こっから何か降ってくると思うよ。だから、この場所で耐久バーネー。ちょっと警戒しすぎたみたいだぜ。じゃあ P スイッチを踏んだ瞬間、絶対何か出てくると思うよ。まあ僕の予想、一生や字だと思うね。だから P スイッチを踏んで左で逃げます。くれスーパーミラクルローリングさんだ。いや惜しいんだよな。罠が来るっていうのは分かってるんだけど、避ける場所がちょっと良くないっていうか。これはこの場所で入れる。ギリギリで入れるかな。入れないね。じゃあこれ上に行かなきゃいけない。上に行きます。そしてこの丸々の方に一気に行っちゃってみようか。いいのかい丸々じゃ。いいのかい黒いの。この丸々に乗ったら小ジャンプしておけば問題ない。そうするとこのドアに入れるというわけさ。わかったぞ。この P スイッチが鳴ってる間じゃないと先に進めないっていうことなんじゃないですかね。さあ P スイッチ鳴ったら、あ、これで砲台がいなくなってんのか。さあこのね、なにめっちゃ出てきてなかった。あいつの名前なんだったっけ。ロイだったような気がする。じゃあこれヨシコ取っていいのかい。2匹3匹目は生まれるのかい。3匹目は生まれないね。じゃあヨシコ取らない。危ないねあそこ。じゃあヨシコヨシコ今聞いた。ロイ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 って聞こえなかった。あいつが出すビーム。だからロイっていう名前なのか。さあここで隠しブロックを出す。上からなんか降ってきそうだな。いやでもここまで何もないってことは普通に行っちゃっていい。そうだよな。怪しい。もうやめてくれってその子10個。取った瞬間僕はすぐ右に逃げる。さかな。このコースで分かったことがあるね。50コインとか10コイン30コイン取らない方がいいよ。でこのドクロリーと絶対違うとこ行く。やっぱりね。そうだと余ったよ。いや下に行くのが正解か。
このまま下行ってみようか。下は何もない。じゃあ上に行かなきゃいけない。でピンコイン全部集めていいのかな。一体何もしないでおこうか。はっ、パッパカパー。このコース難易度としてはめちゃめちゃちょうどいいよね。すごくやりやすい。さあそろそろゴールがあってもいいよ。えっ、ちょっとあれ僕のアイコンだよな。テルルさん、君はそんなことまでしてくれるようになったのか。僕は嬉しいよ。さっきはごめんね、アイコンだけ可愛いとか言っちゃって。でも本当のことだから。じゃあこの下に、こっちみんなピアキンか。テルルさんはね、メッセージでちょっとだけ絡んだことがあるんだけど、別の学校かな、大学かわかんないんだけど、好きな人がいるらしいです。そんな女にちっとも興味はないですね。最低。さあここは、何押し出されてしまったけど、なんか書いてない、これ。変。おい、ふざけんなよテルル。変ってなんだよ。もう変って言いたいのか。変なのはお前の方なんだよ。いや、こんな魚には引っかからなきゃってもんで、僕は下にも行けないよ。そんなこと言うんだったら僕は絶対にここ罠に引っかかってあげない。これは何、ヒントかな。下の抜かれてるさしてよ。ごめんって、そんなこと言っちゃってごめんって。グッパを雑に扱うな。ブスサイクだな、あのピもうボロ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 言っちゃってる。まあいいんですよ、僕とはテルルさんは一応こういう関係だから、まあ許してくれるとは思いますよね。さあここはフラン。あ、このヨッシーで止めってこと。いやいや、そんな簡単にゴールさせてくれるわけないと思いますよ。隠しブロックがあるんだろう。うわ、どうしよう、これ下に行く、下に行っていいと思うんだよな。いや、もう飛んでみようか。もうこの際だから飛んでみよう。いや、あっ、ちょばらんだ。下に行ったらゴールさせてくれるのかい。この扉の先にはゴールが待っているのか。来た。ずーっ、もうこれで終わりだテルルさんよ。ドアに入る、そしてすぐ右に逃げる。これでいいんじゃない。で、うわ、これ下から行っていいと思う。ちょっとヨシコどいて。で、僕は一人で行くよ。ヨシコごめんよ。やったいや、動画内ではねボコスカ言わせてもらいましたけど、本当にすごくいつも楽しいコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオブレインダメージ。このコースね、 X でやってみてくださいってもらったんだけど、どうやらカロンの甲羅を履いてダメージを受けずに針の中を進んでいけって言ってたんだよね。いや、これさ、どうやってやるんだろうね。カロンの甲羅履いて歩くとちょっとずつジャンプしながら進んでいくのよ。だからそのジャンプをしないで歩かなきゃゴールできませんよみたいな。いや、面白そうな一発マリオだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.38%。 これさ、もうゴール方法分かってる人いるんじゃないかな。マリメに詳しい人だったら多分分かってるかもね。でも僕も一個だけ試したいことがあって、このカロンの甲羅を履くじゃん、そして滑る、それ以外にないと思うんだよな。こんな感じもう終わったこれ。いや、このままさ、ちょっとずつ死んだふりをしながらいけないかな。走って死んだふりがダメなら、蹴った瞬間走って追いかけて吐く、もうそれ以外ないで。いけ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 、まさか。この甲羅を遅く蹴るやり方とかあったら簡単そうなんだけど、ちょんで行ってみようか。ちょん追いかけるぐらいせ。これさ、左にバネとか隠してんじゃない。で、カロの甲羅戻ってきますみたいな。ないや、ならどうすればいいか僕はもう分かんない。このカロンの甲羅履くでしょ。で、この死んだふりでダッシュもダメ。ちょっと待って、今分かったかもしれん。これちょっと滑るね。この滑るから、この滑りを利用していきますみたいな。はいはい、攻略を見つけたぞ。ただどうやったら一番長く滑れるかって問題ですよ。針に当たる直前でダッシュを離してみる。いや、これいけるか。いや、でも惜しい惜しい。これ何回かやってれば勝手に行ける時が来ると思います。カロンの甲羅履いて走ってる時、ちょん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 ってなるじゃん。こいつが調整しにくいんだよな。だからジャンプしてギリギリを攻めてみる。針に当たる直前、この辺だね。この辺に着地することができれば向こう側に渡れるんじゃないでしょうか。こら、いや、決まって、よーしさっゴールできる。あ、もうビビらせやがって、素直にゴールさせてくれよ。いや、これはね、また面白いギミックの一発マリオだったね。で、この制作者さんはね、一発マリオ好きな方に本当におすすめしたいですね。たくさん面白い一発マリオがあるから、ぜひやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。